ちょっと風が強いので風よくしながら今からこの船を描きたいと思います。よろしくどうぞ。あんまり細かく描かないですね。船は水平な形になってます。この船の底のところが斜面の勾配と一緒です。こんなんですね。大きくですね、大きく見ようという気持ちあたりですね。こんな感じでしょうか。色を変えます。船の日陰の面を塗りました。まだ細かく描いたんではないんですけども、暗い感触で塗ってあります。ではこちらの船も同様な雰囲気で描いてしまいます。後方の日陰の部分が描いたので地面に落ちた日向の色を塗ります。明るい暖色です。船が地面に落としている影を塗ります。その時に船の先ほど描いた船の陰影の部分と一緒に溶かしてしまいます。溶かします。船の影の部分をまとめてしまいます。こんなんですね。後ろを塗りながら船の日向の上の面をしっかりと描き起こします。ここは日陰が水の中に入っているのでここは暗くです。水が動いているのでその一瞬を捉えて描くような気持ちです。海の動きを少し加えます。遠くの方はあまり描かないしましょうね。ここは日陰だから暗いんですね。さあではこれで完成です。はい、終わりましたけれども、このような船などを描くときにはどうしても形や細かいところにとらわれて、しまいがちですけれども、今日はそれを避けるためにここの日陰の面と地面の凝った影、これを大きく取られるようにして細部を省いてみました。いかがですか。皆さんもぜひ書いてみてください。それではまた。